とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー攻略やっていきましょう。今日は、12階から20階、もしくは21階ですね。そこまでやっていきたいと思います。まず11回ボスを倒してからの報酬ゴーレムキットですね。とにかくターゲットを取ってくれるキャラクターがいるとめちゃくちゃ安定します。ゴーレムですね。で、ここはもう地道に行くしかありません。敵が多いです。なのでゴーレムを出して、ゴーレムにターゲットを向かせて、あとは自分が後ろからまあ攻撃をしたり、弓を撃ったり、そういう風にして戦っていきましょう。自分一人で突っ込むと結構大変なので、ここはゴーレムが本当に役に立ってます。ゴーレムの盾は本当に優秀なので、絶対ゴーレムはここはあった方がいいと思いますよ。 OK、 もう少し。ゴーレムは、再度召喚っていうか、その場所移動をさせてね、うまいこと、敵が多いところに誘導してあげましょう。はい、では12階クリアです。で、ここドラ取っていきましょう。そんなに使う機会もないんだけども、まあ一応、強敵が出てきた時なんかはドラが役に立つので一応持っていってください。あ、で、ゴーレムがね、 HP 少ないな。ゴーレムの HP を、更新していくっていうのも、心がけてやっていってください。アーティファクトを一度ゴーレムのところに報酬を置いて、で、それをキャンセルするとゴーレムの HP がマックスの状態で、スタートすることができます。これ結構重要なので、必ずやるようにしてください。俺もね、やるようにはするんだけども、忘れちゃうんだよね、結構。まあ忘れないようにいっちゃいますね次から。はい、で、基本的にはゴーレムとか蜂にお任せした方が安全です。ここはね、リープリーフ、そして、クリーパーが結構います。なので注意していってください。で、毒をもらうとものすごいダメージ減るんですよ。毒をもらわないようにってもなかなか難しいんですけども、極力毒はもらわないようにいきましょう。結構リープリーフ多いです。で、戦うのも結構強いので、基本的にはドラを使って鬼の矢筒を使っていくと結構早くは倒せます。でもまあ一応安全にね、前に出すぎないように、まあいつものことなんだけども、極力後ろの方から、立ち回りましょう。ゴーレムやら、蜂やらをね、盾にして戦っていくといい感じになると思います。よし、はい、終わり。13回クリアでーす。もうね、最近のタワーは周回がしにくい。もうテンペストゴーレムが出てきた頃から、まあ前回か、ちょっとね、20周行ききれないなと思い出したね。はい、ここ報酬いりません。何もつけなくて大丈夫です。で、ここ、これ重要です。吸血を、1つけてください。そうすると、ここね、後々結構敵多いんですよ。で、敵が出だす頃までに結構ね、こいつでね、ダメージ受けちゃうんですよ。だけどそれを、吸血を入れてると、そこそこ回復します。そこそこ回復して、HP マックスの状態ぐらいで上に挑むことができるので、ここ吸血をね、1入れておいてください。2とか3はいりません。もう1でいいんで、とにかく入れておくと結構ここは安全です。このツタがね、一緒に出てくるので、このツタをついでに倒して HP 回復っていう感じです。よし、ゴーレムいけ。で、自分も突っ込んで倒す。吸血つけてなかったら HP 半分ぐらい減って本戦に挑まなきゃいけないんですよね。なので吸血ここ本当に便利なのでつけてください。はい、
で、ここはね、まずはとりあえずここまで行ってくださいね。で、こっから下に向かって弓を打っていくと、まあまあまあいい感じに倒すことができるので、おすすめです。 OK、 こっから下にね、弓を打っていくといいですね。あー、止まった、危ねー。止まるとね、ここら辺は危ないですね。はい、で、下はね、結構危ないんだけども、上は、まあそんなにないです。うん、こっから弓を打ってれば、大体いけます。まあその、長弾のね、発動率によるんですよね。長弾がものすごい発動するならば、もうすぐに全滅させれるんですけど、今回はあんまり発動しなかったっぽいね。で、クリアでーす。で、ここ、武器変えましょう。俺のおすすめは、魂のナイフです。これつけていきますね。で、魂のナイフ、蜂です。はい、蜂が重要です。で、重力、これも入れてください。1で大丈夫です。うん、重力8、これを入れてください。あ、ゴーレムの HP 更新するの忘れたな。まあいいや。うん。で、この魂のナイフ装備すれば、結構ここら辺の雑魚だったら一撃で倒せるので、あ、こいつ雑魚じゃないね。雑魚じゃないやつはちょっとかかりますけども、普通のね、ゾンビとか、そういうやつは、ワンパンで倒したりするので、だいぶいいです。ここら辺からね、なんかね、毒ダメージがね、えぐいんだよね。まあ、多分自分のね、もう HP が少なくなってきたからかもしれません。防具の HP が。とにかく、結構痛いので、注意して、極力食らわないようにいきましょう。まあ、ゴーレムと蜂を出してれば、まあ、そこそこ大丈夫だと思うので、うん。で、矢がね、全然余ってるよっていう時には、もう矢で攻撃していけば間違いないですね。200本とかあれば十分です。十分。でも矢が全然出てない時とか、ここで、うん、100本いってないこととかもあるんですよね。なので、まあ、それは矢の数と相談しながら戦ってみるといいと思います。ここは何もいりません。ステイで。やっていってください。で、エンチャントポイント結構余ってます。他に入れることも、そんなにありません。まあ、ボーナスショットは入れたいんだけども、ここは蜂です。とにかく、蜂の発動率を良くして、敵から守ってもらうようにすると、安全性がだいぶ増しますので、蜂はね、結構重要なんですよね。うん、重要っていうか、まあ、安全になるので、おすすめです。できればね、この蜂じゃなくてタンブルビーの方がいいんだけども、ちょっとタンブルビーが入ってるやつがあまりないため、これでやってますね。タンブルビーはね、自分が回避をすると、超高確率で、レベル3にすれば、絶対かな、100% 蜂を召喚してくれるので、すごい安心なんですよ。なので俺をタンブルビーはね、かなりねおすすめのエンチャントですね。はい、でここはクリーパーもこそっと出てくるんで、クリーパーには注意してくださいね。まあ、出る場所が分かればいいんですけども、分からない時にはまあ弓をいつでも撃てるように準備をしとけば間違いないと思います。ここ報酬いりません。ステイでいきましょう。はい。で、ここはもう倒しまくってね、蜂を出しまくってください。出ない出なかった。だいたい蜂出るんですけどね。で、ここら辺に、危ない。ネクロマンサー出ます。ネクロマンサーが出るので、注意ですね。出た瞬間に処理した方が敵が増えなくていいです。ネクロが出た瞬間に、ドラ使って一気に倒すと、いいです。で、あと1体出ます。合計2体ですね。合計2体ネクロマンサー出ますので、出たら早めに倒すことをしています。はい、まずは注意することありませんね。とにかくネクロがちょっと敵を呼んじゃうと面倒くさくなるので、それだけ注意してください。はい、ちょっと発動率悪かったけども、
蜂はね、本当に役に立ちます。17回クリアです。で、森の矢筒、パワーアップさせましょう。ここは特に問題ないですね。ここは特に問題ないので、普通に行きましょう。あ、最後のね、脇で、クリーパーが2、3体かな ?2 体だったかな出てくるんで、まあ、クリーパーだけ注意してください。こっち側に出ます。こっち側に出る。なので、反対側にいればもう間違いない。うん。矢ですぐ処理できるんで。あとは、あれだね。蜂が出てれば、もう蜂の方に向かっていってくれるので、それも安心ですね。次は誰が来る？よっしゃ、OK、蜂出た。あー、消えただけか。危ない危ない。あ、出た出た。蜂側にクリーパーが出てると思います。クリーパーはね、注意してくださいね。ここら辺になると、結構ダメージもらいます。やった、矢が出た。ありがたい。18回、クリアでーす。まあ、特に問題ないですね。クリーパーだけ注意してください。まあ、場所さえ分かってれば大丈夫ですね。で、ゴーレム。更新していきましょう。で、商人です。まあ、もちろん、バーストクロスボウですね。あ、魂のハンタークロスボウか。名前が変わった。これにしていきます。で、エンチャントポイント余ってるので、ボーナスショット。だね。一応入れてください。ダメージが若干ですけども、増えます。ほんと若干ね。はい。で、ここです。クリーパー多いです。クリーパー多い。なので、基本的に弓で戦っていった方が間違いない。近接で戦うと、ちょっとね、ダメージもらうことがあるので、基本的には、弓で遠くから倒すようにしてください。エンチャンターもいるんだけども、ああ、もう倒してたね。確か、あ、いたいた。うん、長弾させていけば、遠くからでも倒せるんで、特に気にすることはありません。まあ、とにかくここは、近接では戦わない。それが無難です。クリーパーが多すぎる。で、クリアです。はい。で、ここの報酬、ここはね、悩むとこなんだけども、俺は、キノコとドラを変えていきます。うん。ドラそこまでね、これからは使わないんですよね。なので、キノコを入れて、これ。魂のナイフか。で、攻撃していた方が安定するかなと思うんですよね。うん。で、謎の共鳴入れておくと、まあ、1でいいです。攻撃力が全然違います。クリティカルが、ここら辺になるともう、魂マックス持ってるので、出るんですよね。で、ここ、敵がとにかく多いのでね、あまり前に出ずに、後ろの方から弓で攻撃した方がいいです。このね、風ゴーレムが鬱陶しい。で、その隙間を縫って、ネクロマンサーがね、ブン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 振り回してくるんで、鬱陶しいんですよ。なので、前には出ず、近接じゃなくって、弓で倒していった方が、無難です。風ゴーレムのダメージは痛すぎる。終わり。今回いいですね。結構矢が出てきてくれるんで、すごく立ち回りやすいですね。はい。ということで、今日は12回から21回までやりました。まあ、敵が多いんですけども、まあ、蜂とかゴーレムを使って盾を作っていくと、やりやすいです。はい、やってみてください。では、次はですね、22回から30回まで行っちゃいましょう。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。